家号も固定翼機もあるんだよ。であります。うん、いいわね。よし、作戦計画概要を。降壇作戦、第6作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。むしろ飛ばしていくのであります。さて、進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。さて、進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。ぶっ殺されてえか。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。敵艦隊ミユ、砲船用意。炭素砲船皆さん行きましょう。何気にわびさびよね。全砲門開いてください。主砲よーく狙って。オーシアン負けませんよ。いいだよね。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。姉様に戦っているのかしら。え、私が活躍したの？嘘、そんな、本当？これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった、活躍できて。さて、進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。ぶっ殺されてえか。炭素砲って何気にわびさびよね。撃ち方始めてください。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。そこね、敵艦隊ミユ、敵艦隊発見。全艦皆さん突撃開始。惨めよね。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからね。山城大丈夫？砲船よ。姉様も戦っているのかしら。どうだ、では違いよ。全航空隊発艦始め。第一次攻撃隊全機発艦。進化したこの秋津丸、加護のみんな本領出番であるであります。伊勢ヒューガには負けたくないの。私が活躍したの？嘘、そんな、本当？姉様、これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった、活躍できて。私、
まずまずであります。さて、進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。さて、進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。単走法って何気にわびさびよね。敵艦隊ミユ、砲船用意。皆さん行きましょう。何気にわびさびよね。前方の敵艦隊、砲船用意。撃ち方始め。やられました。でもまだ沈みません。剣砲門開いてください。もうやだ、沈みはしません。沈みなさい。それドーン。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。敵艦隊発見。砲船用意して。伊勢ヒューガには負けたくない。どうだ、参ったか。航空隊発艦始め。手法の火力だけは自慢なの。え？防御力と速力？そんなの。これが従来装甲の実力ってやつよ。あー、よかった、活躍できて。ながら。進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。さて、進化したこの秋津丸、本領発揮するであります。どうだ、参ったか。この飛行甲板が役に立ってくれたようであります。自分も嬉しいのであります。これが従来装甲の実力。水管など自分がいれば近づけさせないのであります。多分。どうだ、参ったか。まだやれるわ。よく狙って。単走法って何気にわびさびやろうね。手法よく狙って。沈みなさい。どうしよう、まだ大丈夫だから。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。そう、これが本当の打ち方。大淀型の力よ。始めてください。ドーン。惨めよね。酸素法って何気にわびさびよ。山城大丈夫？放散よ。姉様も戦っているのでしょう。
沈みなさい。行くわよ、前期突撃。どうだ、参ったか。進化したこの秋つまる、やるわ。本領を発揮するであります。航空隊、さて発艦。進化したこの秋つまる、沈みなさい。本領を発揮するであります。消火器型、この程度で沈みはしません。山城、交換と大丈夫。本体よ、よかったよ。私は第一弾攻撃隊、まだ戦います。前期発艦。どうだ、参ったか。おめでとうございます。作戦成功です。え、私が活躍したの？嘘、そんな、本当？姉様、見ててくれた？え、私の武君が一番？あら、意外なこと。でもなんだか誇らしいですね。知らぬいです。ご指導ご鞭撻よろしくです。次の作戦海域の攻略が可能です。あら、カモの観測によると艦隊が起動した。作戦計画概要をご説明します。提督殿、飛行甲板は触っては。それにありがたいのであります。補給ありがとね。ありがとうございます。私って怪我しやすいのかしら。大変申し訳ありません。少しおいとまをいただけますと幸いです。カモも固定翼機もあるんだよ。であります。作戦計画概要をご説明します。提督殿、飛行甲板は触っては。それに、カゴにも触らないでほしいのであります。